あ、もしもし。はいはい、はんしゃのユリアさん、んどうされました。ユリア猫さんっていうじゃないですか、ね。え、待、ま、って、ちょっと、その前に、君ってさ、ナーボーのガチ恋なの。 ああそうですライブ全国ツアーも全部追っかけてなんか名古屋とか、うん、仙台とかいろいろストーカーで捕まってたよね確かあ,あそうなんですよでもあの今なんかナーボーさんはなんか和解してくれてなんかああ敵とかも一緒に接見禁止みたいなのないんだあ,あそうなんですよ、えー、なんか無事に <laughs> な仲乗りしたんですけどでもなんかその本人はいいんだけど元カノさん,なんかリアネコさんとなんかいやも揉めてるというかお前いやそういう話だよなんなそれ自分がなんか向こうリプライ要はそのリアネコさんがナーボーさんと <laughs> 席取ってたんです。ライブに行ってて。 でイチャイチャしたりとかそういう写真とか載せしてで私ちょっとナーボーと元カノがイチャイチャしてたそうなんですよそれを10枚ぐらいのったからそういうも発表しててで屋根子さんにあのリップしてお,お前の子供を、うん、とかあのちょっともうあおるような,なんかお,お前の子供をめちゃめちゃにしたいとかああ<ー>そ,そのさリップのさスクショないのみたいなどういう分で送ったかあスクショはありますよ、はいうん、見してよまあじゃあ嫉妬で何お前の子供、うん すぞって言っちゃったってこと?。そう、それで。うん、だいぶやばいね。ここも,もうやっぱり、もう一回捕まらなきゃ、わからんようやな、もうやっぱ。<laughs> で、最初はネタにしてくれて、なんか、理解したりとかしたんですけど、なんか、それで、でも、うん。本気になっちゃって、なんかもう、警察署、向こうも、なんか、いってて、うん、被害届出、出したみたいに,一に。被害届け出した。で、受理されたここないの。らしくて、なんか、向こうの。ああ、じゃあ、捕まるわ。 そうそうこってまたそうなっちゃうんですかねどうなうなるんだんいやだって受理されたのは捕まるでしょそうなんですかそれでちょっとどうしようもなくて相談したって感じですああどうし私どうなっちゃうのって思ってるってことそうなんですあまあとりあえずそれ見せてほしいだからスクショあスクショですかわかりましたじゃいや別に「っ」って言ったから100%捕まるとも限らんのよな別に「っ」ってそんなこと言ったら「俺っっ」って何回も言われてるからねあまあうん別に捕まるわけじゃないから全員が。 いつ、どこで、どのように、すか、それが書いてあるかどうかだから。はい、そうですよね。うん。で、警察に行ったところで、あ、こんなん、あの、イいざざなんでも、あの、書かない、やめてくださいみたいな、言われるだけだから。ああ。 すぐらいやったねあ。あ、そのなんかいたいたずられっていういわ言われる場合もあるってことですか？うん、も、ま、う、あ、だからそれまず見たいどういう風うに送ったかが見たいからそれを見せろっつって言の。あー、今送ればいいですか？あー、でもこの子全画があるのか全画があるとまた変わってくるなちょっと。そうなんですよ。え、全画何？なんだっけ、なんぼ？全なん、ぼ？の件と、うん、ロンタリっていうその元カレーの件とあと、うん、なんかそので。で何個あんのって。よ、四個ですね。四。 お前深夜っちょじゃねえかよ。え違、はいます。いや違わねえだろ別に <laughs> 違いはしねえだろ。痛いもな。うん、同じだろ。えー、<laughs> いやいやまあだいぶそれはやばそうだな。まあまあ、そうなんですよ。ほえ <laughs> お前お前ほまお何？えもう家放火したの？あ違うんですよ。なんかそのドンっていうその配信者の昔元彼で強引化したくてみたいな感じな、うん。えそいつの家。家 <laughs> したのいや、いややったわけではないです。未,未遂です。ああ、未遂なんだ。え、こわっ。こっ、うん、でやるかいやん、<laughs> <で>お前。それ、だから、でも同じ大丈夫じゃないから、大丈夫みたいな意見もあったんですけど、なんか、自分的にやっぱ不安で。まあ、まあ、大丈夫じゃない、全然。えだから、はい、スクショまだあいあ、スクショど、どうしたんですかね。その、いやリプライのやり取りを送る<ー>。ああ<何>、そう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 。だから君がりなねこさんに送った、内容のスクショが見たいわけよ。はい、内容です ああ、ちこれあー今残ってんのこれどうだろうなんか多分残してる人いると思言ってっあこれ見てうわ仲良くチェキ取ってるっ,つって発狂して子供も巻き込んでもいいってことですねですこれだけあとなんか何個かとか,か二度と会えなくさせてやるから住所い教えろお前んとこ行くから、ねねね、あこれはとかそうなんですよ、うん 〇みたいはないんだいやそれ送ったんですよその言い切ったやつああ送ったけどもうそれはなくなってるのかそれ自分はもう消してますねもう残ってないあーリナ猫の子供〇っつってんだあそうなんですよそのリプライでお前んち行くぞとかぐちゃぐちゃにしてやるとか言ってあーもう捕まりますこれさよならそうなんですか前回オーなんで捕まりますこれ え、まあこれだけじゃ。そうですね。ちょっとしょうがない相談で申し訳ないんですけど、それもうどうしようもなくて上がったって感じです。うーん。まだ被害届がほんまに受理されざんやとしたら捕まるな。そうですよね。やっぱりうん。間違いなく。うん、君はさ、あの何をして生活してるの？はい、働いてるの？な、なんかデリヘルとかたまに。ああ<ー>、そうなんだ。配車はちょっと一本だと厳しいのにの配車もやっているんですけど。うん。そうなんです。えー、何度お店で働いてんの？いや、ちょっとそれはああ、それは非公開なんだ。<laughs> はい。 俺のとこにさ、あの閑散期だから、全然お客さんが来ないって言ってるけど、お客さんついてるの?。あ、一応、まあ、なんぼし落ちて。ええ、マジか。まあ、まあ、でも、自分も、なんかお茶って言って、暇まああ、ね、全然お客さんが来ない日もあると。そうなんですで、ナーボーはどこがいいの?。え、でも、なに、かっこいいんですよ。あの、会った時も、優しいしすね。で、それ、やっぱ気持ちが抑えられないんだ。そうなんですよ。でも、なんか、ナーボーいくは、今も別に、家に来てもらっても、そんなに怒らないみたいね。 それはそれでナーボンもちょっとおかしいなネタにしようとしてんのかなネタに半分してますそうなじゃあナーボンの家に行くってことまた行くかもしれないやばっ来るなって言ってもあでもどうだろう何回かは行っちゃうかもしれない2回か3回まあだそれで捕まらればいいじゃんじゃまだ捕まらんと分からんやろだっていやだってもう絶対に結ばれないのわかるやんあそうなんですかえなんかもしかしたらって思っちゃうないでしょそれは絶対 でも一回なんか過去に抱かれてたからワンチャンあるかもって思うじゃないですか。え？したことあるのなごと。え、そうですそれで何も本人も認めてます。<え>マジで？七年前の話なんですけど最初十万からて。そうなの？これとそうそうあーごめんなさい。 うん、<laughs> なんかあのー、お金おしゃくとかなかった時代でちょっと試練とかしてて<え> <laughs> 昔は可愛かったとか、ね、なか昔の写真あります <laughs> かえ昔の写真いやでもそんな変わんないですよそんな変わんねえんだはい <laughs>、はい ラブーがなんかすごい、A. V. 見ながらなんか。嫌いなる。ちょっと待って、どういうこと?。A. V. を見ながら、じゃあ、穴扱いされてたってこと?。いや、なんか、多分、一時の、多分、お金もらうから。なんでそれ、A. V. 見ないと立たないってことじゃないの?。だいぶ可愛い。そう、なんか、それは本人が言ってます。え、何、どういうこと?。十万払って。あ、何、お金でってことなんだ。あ、そうなんですよ。なんか、その。じゃ、倍。 いいやんうんまあ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 あ、そうお金ない時にへええその後、焼肉デートしてみたいな感じああでそこで好きになっちゃったんだあそうなんですよ、それで再燃してれかも最近なんかそのライブとかも回っててまた優しくされたからみたいな感じじゃあ、ま、もしあのまた10万円で抱いてもらえたら10万円払うってことあ全然はいそうですそういうつもりですそうですか、はい <laughs> 君もね、あのー、懲りないね、何回も捕まってるんだったらさ、こういう発言しなきゃいいのに。はい あそうですかうんまあでも捕まる可能性はあると思うよ被害届が受理されたっていうのは本当な嘘の可能性もあるからねそれ全然ああそうですそうやって言ってるだけみたいなもんおるからああまあまあ3か月4か月ぐらいはちょっと見といた方がいいかもしれんな急に来るから忘れた頃にやってくるそうですよねまあ俺は捕まってほしいけどねお前ええひどいちなみにナーボーにあって俺にないものは何なナーボーにあって俺にないものええ難しいですねうん どうだ、あ、でも、名古屋ぱ好きだから、まあ、まあ、そういうところじゃ、別に。あ、そう。わかりました。うん、もう、以上です。僕からは。なんか大仏みたいな顔してるから、うん、あの、出家でもしたら。うん、一回それして、精神を整えた方がいいかもしれんな。ええ。滝行しろ、滝行。ああ、なんかありますよね。配信のネタにもなるしね。ああ、なんかあります。え、ちなみに、何か、あの、持病とかあるんですか?。持病。いや、ないですよ。うん、じゃ、滝行行ってこい、滝行。うるせえ、滝行行け。じゃ、大丈夫かな。 あはい大丈夫ですとりあえずありがとうございますいいえいいえじゃあもうストーカーやめてねはいちょっとそれはややめれないやめれないナーボーが坊主の女好きだってえそうなんですかうん。坊主したらじゃああしますじゃあいいいじゃ今してよ今じゃあはいします自分でいややめいややめとけほ嘘が本当かわからんからやめとけやめとけお異常な愛だねさよなら やばいやばこれでね坊主に差し嘘込めかもしれんいじゃん手帳持ちまあ知らんけどでも普通に会話はできてるけどね。うん。